ロキシーもそのうちわかりますわ。まあロキシーはまず最初の一人を見つけなくてはいけませんわね。私はいつか男らしく背がスラッと高くて、でもまだ子供っぽい表情をする青年に迷宮の奥底で偶然助けられるんです。そしてそのまま力を合わせていくうちに互いに声が芽生えて迷宮を脱出したところでお子ちゃまですわね。早く次の町へ行きますよ。はいはい。